小島正次郎1月31日から1994年3月24日は、日本の小説家、随筆家、俳人。配合は、遠志郎。東京府東京市下役に生まれ育った。聖家は、五福省、柳川屋。経過中学を経て、慶応義塾大学文学部在学中に、三田文学主館で、西洋美術史屋の沢木木吉から教えを受け。 三田文学で作品を発表し始める。1916年に先輩作家の文章について批評したオーソグラフィは森大外から認められるなど学生時代から慶応義塾関係者内においてその名は知れ渡る。卒業後は鈴木美恵基が主催していた児童雑誌赤い鳥の編纂に携わる。1919 19年に経内文学部講師となり、 最終的には、同学部教授へ昇格し、1931年まで、勤め、また1920年には、三田文学編集委員となった。1922年に進行があった、公爵誌、五代目神田白竜を題材とした、短編、一枚看板で分断に認められ、1927年の緑の騎士で、大衆的人気を得る。以後多くの大衆小説を書き、 花咲き、人妻椿、ニーズなど人気作を次々執筆し、映画化もされ、そちらも人気を集めるなど、戦前から戦後にかけて一世を風靡した。1934年には、直木賞、芥川賞の選考委員となる。朝鮮芸術賞審査員など、文壇の中心人物として活躍。戦中はその作風から不遇だったが、国文学の造形 我が古典鑑賞、眼中の人などを発表。前者は非評価としての見識が、後者については対象分断史の生きる資料として高く評価されている。戦後も1946年に365夜を発表。人気の旧作が再び映画化されるなど人気の健在ぶりを示した。1951年から1968年にかけて雑誌、 甘辛で長期連載された食味随筆、食いしんぼは大きな反響を呼び、小島本人も今まで誰からも褒められた作品は、この食いしんぼと我が古典鑑賞ぐらいだと語っている。この随筆によって食通としても知られるようになり、そのジャンルの随筆執筆も増える。1950年代以後は、その発言、記述が文壇において物議を醸し、 時に圧力を生じる結果となっている。長く勤めた、直木賞選考委員も最後は事実上解任されることとなり、長年の名優であった、佐々木模作からも遠ざけられた。70歳を超え、分断の長老の位置に属するようになっても、大外科風万太郎では、慶応義塾の先輩である、久保田万太郎の人間性について徹底的な批判を、生体排除で、谷崎潤一郎の 詩人の愛が、義骸との実事に基づくという分断における、公然の秘密を書き記し、長年格別の思いを抱いていた旧友について、記した、芥川龍之介など、筆に衰えはなく、むしろ鋭さを増していく。1972年には、雑誌連載をまとめた、小説、長井花風が作品を読んだ、長井の遺族から、出版許可が降りずお蔵入りになっている。 100歳の長寿を保ち、晩年まで意欲的に作品を発表し続けたが、1983年に自宅で大腿部を骨折。本人の性格が苦痛を伴うリハビリに耐えられず、また、夫人の性格から自宅での介護は難しいだろうと、小島本人の意思によって、亡くなるまで最初に入院した病院で生活を送ることとなった。入院生活中、 90歳をいくつか超えた頃から、徐々に意識が混濁し始めたこともあり、それからは、執筆からは遠ざかった。プゼミツヒコの、少々寛日録は、眼中の人を中心に、小島作品で描かれた、菊池博士、小島、芥川龍之介の関係をもとにした作品である。ありがとうございます。